日のスペシャル。はーい、今月はやはり俺の青春ラブコメは間違っている、ケツ2を発売されました著者渡り渡る先生にお越しいただきました。どうぞお入りください。いらっしゃいませ、よろしくお願いいたします。では早速ですが、皆さんにご挨拶お願いできますでしょうか。はい、皆様こんばんは。やはり俺の青春ラブコメは間違っている作者の渡り渡るでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はそういう感じなんですか。そうですね、ちょっとなんか久しぶりに来たんですけど、スタジオがすごい綺麗になってて、なんかこの並びもなんか確かにちょっとニュース2-3感がちょっとあって、ニュース2-3そう、ちゃんとした方がいいのかなって。なんかちょっと久保さんもなんかちょっとなんか、そう、今日ちょっとねちょっと女子アナウンサー風ななんかカーディガンにシャツで、ね、はい、事務所セントフォースになったのかなみたいな感じだから、ちょっと、AT1 にいます、AT1 にいます、はい、ちょっと緊張しちゃって、いやいや、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、渡り先生は2021年9月のガガガチャンネル出演以来1年5ヶ月ぶりのご出演です。はい、1年半ぶりくらいですね、もはや。そうですね、ちょっと中にも攻めてるニュースを感じましたね。はい、いえいえ、前回はケツ1発売の際に出してくださいました。はい、ご無沙汰しております。すいません、ご無沙汰しちゃってすいません。最近はどんな感じでしたか。はい、最近はですね、最近はずっとなんか仕事ばっかりだったんであれなんですけど、あ、はいはい、相変わらず小学館の方にちょっと収監されて、あ、そっか、そうですか。バッチリと、ちょうど今仮出所してる段階なんで。じゃあまた戻る。あ、そうですか。ちょっと今日ちょうどこの後多分再逮捕があると思うんで、また捕まって、この後またすぐ捕まって、またそこで、またしばらく懲役刑を食らうことになるかな。はい、渡先生はこの後ガガガムコガガガムコに、そうですね、神保町刑務所の方に捕まるかと思いますが、はい、まあそんなわけで、捕まりつつもなんですけども、はい、2021年はですね、俺がいる観光10周年イヤーだったんですけども、はい、今度はテレビアニメ10周年イヤーです。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。めでたいですね。はい、ちなみに先ほど視聴者アンケートで、皆さんに感想を聞いてみたんですけども、視聴者さん的には10周年なんかあっという間だったっていう意見が多かったんです。ですか、10周年、10年を短く感じましたっていう感想の方が多くて、結構視聴者年齢層高い。あ、10年が一瞬は割と欲しくってるでしょうかね。若者たちの10年はものすごい長いけど、でも私もあっという間でしたよ、10年。あ、じゃあちょっと年齢がだんだんとね、ちょっとね、年取ってくると、もう10年とか本当秒ですからね。いや本当に気づいたら高校卒業して、大学もなんか卒業して仕事してたっていう。10年って引いちゃうんですけどね。はい、1年5ヶ月も本当は結構な時間なんですけど、僕からしたら病みたいなもんなんでしょう。私はもう 毎月ガガガ文庫さんって2ヶ月先の観光スケジュールが出るじゃないですか。毎月、あ、まだだ俺がちゃんと毎月チェックして、まだ出ない、確かにまだ出ない、あ、出るみたいな。俺も毎回まだ乗せんな、まだ乗せんなって言いながらもう、はい、というわけで、はい、やっとケツ2も発売ということで、はい、楽しみでございます。俺がいるアニメ10周年記念イベント関連は、コーナー最後にまとめてお知らせいたします。皆さんぜひ最後まで聞いてください。はい、ではまずは、ではまずは心待ちにしておりました、やはり俺の青春ラブコメは間違っているケツ2について、まずは新刊のご紹介をしようと思います。待望の2巻目というわけで、はい、まずはこのケツシリーズについてご紹介しますと、俺ガイルケツは俺ガイルのもう一つの物語という立ち位置で進んでいくシリーズであると前回出演いただいた際にお話ししていただきました。はい、俺ガイルのアニメ3期のブルーレイディスク特典のショートストーリーに新シリーズがあり、これは八幡たちが降参となって話が進んでいくという内容なんですけども、ケツはこれとはまた違う位置づけといいますか、こちらは俺ガイルのイフストーリーと言ってしまっても良いのでしょうか。そうですね。ちょっとね、毎回こう言い方すごい悩むんですけども、あるいはあったかもねっていう話であることは間違いないので、はい、そうですね、
英語にするとイフになっちゃうかなっていうイフのお話、だけど今可愛いゆいちゃんのバードがバンと、これカラー本様から来た時ちょっとびっくりしちゃって、あいつまた進化したんだ。いやそう、めっちゃ可愛いっすね。そう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 、なんかね、このやっぱなんだろうな、多分僕もポン様も多分こうやっぱ由比ヶ浜由衣ちゃんというね、この物語をしっかり書いていこうという、はい、うんうん、今回はその多分決意の表れのこの口絵かなもう楽しみ楽しみなんでございますけども、前回の決1は関数で言うと9巻、うん、クリスマスからの分岐という展開でした、はい、決1でクリスマスと年末年始を経て、決2は冬休み明けの始業から始まります、はい、どのようにストーリーが展開していくのでしょうか、ちょっとだけでも教えてください。そうですね、まあ時系列的に言うと、まあ、当然ね9巻の後の話なんで、はい、まあ、本編でいう時間軸的には10巻あたりに相当するんですけれども、そこにですね、ちょっと思わぬ、情報噂話みたいのがひゅっと彼らの間にこう入り込んでくるわけですね。それが、八幡たちを取り巻く関係をまた本編の時とは違う感じに変えていってしまうという導入なんですけど、怖い今ホラーの展開聞いてるのかと思った、ちょっと怪談系 YouTuber みたいになっちゃう、そわそわしちゃいましたけどはい、というわけで、あ、そう、怖いなはい、ケツ1ではね、はい、イロハスやコマチも出てこないよって感じだったんですけど、あ、そうそうなんですよ、俺もなんか読み直して出てねえなってびっくりしちゃって、なんか私も読み終わった後にいなかったなみたいなあれ、いなかったよなみたいな。でも今回はね、本当にバッチリ出てますんで、バッチリ、だって表紙がまずイロハですもんね。そうです、僕もあのその表紙来た時びっくりした、あ、イロハなんだと思ってびっくりしたんですけど、え、知らなかったですか、知らない、そんなことあります。いつもね、表紙はなんかもう、いや、どうせポン様だから最高に決まってるしなんて特に聞かないんですけど、上がってきて、イロハじゃんと思って、かわいい、そう、またね、ちょっとポン様のプログレッシブなこう進化が、はい、じゃあもう、じゃあ小町たちも突然登場しますよって、はい、もうね、なんかね、すごいなんか我ながらいいシーンになっちゃったなっていう、思っちゃったぐらい楽しみ。そう、びっくりした、小町とか最初プロットいないのに気づいたら書いてたから。そんなことあるんですね。なんか小町出てきちゃったいるし、すごくいいシーンだったじゃあ皆さんもあの小町が登場したら、これプロットにはいなかったんだって今回のケツはね、大体、あ、これプロットになかったんだが大体こう4割ぐらいあるんで、あ、4割も、あの改めて見直していただくと、これ多分プロットにねえなって多分皆さんもどっかで気づく、あ、気づいちゃう、で、大体気づいたところは多分プロットのままで、ないところの方がいいシーン多分たくさんあると思うんで、ぜひね、なんかこう本編 も当然もう一度読んでいただいて、はい、でもアナザー持ってる方はアナザーも読んでいただくと、うん、なんか、あ、ケツってそういう話になるんだっていうのが今回すごくしっかり提示したかなという気がするので、楽しみ、はい、なんかコメントで川なんとかさんは出ますか、あ、これがですね、あ、あ、いや、ね、描写はある、描写はある描写はある、あ、描写はある描写はあるって描写はある、すごい、汗かいてきちゃったはい、で、というわけで次の質問に行きたいと思います、はい、でも、イフストーリーということは、はい、別のヒロインを選ぶ未来もあるんでしょうか。なるほど、まあ、そもそも八幡が選んだのかどうかっていうかね、ちょっと、うん、まあ、本編に対するちょっと解釈のね、ちょっと、うん、あ、でもなんか解釈違いとかになると戦争になるからやめよう、あ、確かに、あの、すごくいい、あの、そうね、そういう未来、違う未来はあると思うなっていう、あ、はい、心臓バックバックしてる、本編とは違う未来っていうだけで、まあ、それが幸せな未来とは誰も何も言っていないけどね、え、またホラー作品の話してますね、え、俺がいるはホラーだったみたいな、そうですね、俺がいるはミステリーだし、ホラーだし、ドキュメンタリーですよ、SF かもしれない、はい、うわぁ、ね、怖いなぁ、はい、で、あの、これ、はい、台本に書いてあるから聞くんですよ、はい、
ズバリ今後の展開は、ゆいは幸せになりますか。なりますね。おただ幸せの定義って人によっていろいろ。仮にそのなんか恋愛的な帰結が至上の幸せというふうに定義することをちょっと僕は良しとしていないので。確かに、ええ、ゆいの幸せはある。そうですね、解釈の仕方によりますが信じるかどうかはあなた次第。言ったそうですね。でもね、今回の決意に関しては、はい、なんかびっくりするぐらいなんかいい話になったなと僕はこう個人的に思っていて、だからまあ今回いい話っていうことは、え、三冠よ。渡里先生の汗がすごいんだわ。すごいのよ。みんなには見えないかもしれないけど、あの首筋からね、ダラ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 。この先の未来のことを考えやだな、怖いなと思って。怖いな。でもこのね、なんか怖さをね、サウナ入ってるって込めちゃってますよ。サウナ入ってるなんかスタジオがすごい、ね、去年ぐらいから綺麗になったらしくて変わってライトがすごいんですよ。え、そう、すごい、もう照らされまくってます。前全然なかったのでちょっと暑くて眩しくてちょっと困ってるんですけど、はい、皆さんちょっともうガンガン照らしていただいてもうコメントでも幸せになってほしいなとか、はいね、うわ幸せとはとか、シンプルな、うん、血縁度とは違いそうとかやだな。そうですね、まあでもなんかちゃんとしたいい作品になるんじゃないかなっていうのを、特にまあ今回の決2を書いて、まあ、強く思いましたね。よかった、うん、ちなみになんですけど、はい、どのくらい書かれる予定なんですか。関数的にはすっげー自信ないな。まあでも、もう 1,2 冊は出るんじゃないかな。ああ、1,2 冊、うん、ってことは 3,4 冊は出るな。すごい、よくわかってるね。はい、縦に10年俺がいるやってないので。そうですね、僕は本当俺がいるの12、13、14巻の内容1冊でやろうと思った男ですからね。はい、網3冊になってますからね、結局ね。つまりかける3が正しい計算方法ですよね。じゃあ4冊、6冊いくかな。なんかまあでもなんかそれぐらいまでにはなんとか収めたいなと思っておりますね。10年で済むと思ってるのかい。俺がいる20周年って言って、ね、そうですね、俺がいる、ね、これから先もね、やっぱ20周年、ね、30周年とね、皆さんでお祝いしていきたいなと、うん、はい、いうところで今回はこの辺りでちょっと失礼させていただきます。承知いたしました。はい、というわけで、まあ、今年はテレビアニメ10周年ということで、はい、俺がいるにとって記念すべき年です。はい、皆さんお待ちかねのスペシャルなニュースがたくさんあります。お届けしていきますね。まずは、祝テレビアニメ10周年記念プロジェクトが進行中です。どこが飛んできた。はい、俺ガエルテレビアニメ放送10周年を記念したスペシャルサイトが始動しています。どんどん更新されていきますので、ぜひチェックしてください。続きまして、やはり俺の青春の組は間違っている、カン×千葉市コラボイベント開催中。俺ガエルと千葉市のコラボイベントが開催中です。デジタルスタンプラリー、 AR ラリー、お買い物ラリーなどが行われています。2月25日には渡里先生のトークショーも開催されます。はい、そうです。はい、すごい。でさらにさらに、2月25日に新ビジュアルも解禁予定。こちらもどうぞお楽しみに。キャンペーンは3月31日まで、ぜひこの機会にご参加ください。というわけで、トークショーされるんですか。そうなんですよ。もう千葉市長、千葉市長と多分、え、あの現在の千葉の姿勢と今後の未来についてとかね、多分そういうことを政治について多分喋ることになる。さすがにだって市長とね、俺がいるの話してもしょうがないからね。確かに、やっぱ未来、千葉の未来について語るべきだから。千葉の未来について、千葉の方は絶対行かないですよ。そうですね、あのこれが今後のね、あの千葉の政治を決めていきますから、住民票千葉に移した方がいいですかね。確かに、ぜひね、僕が出馬した暁にはね、投票してもらえるように、皆さん今のうちに住民票を移しておいていただきたい。じゃあ皆さん
さん、じゃあ千葉に住民票移してください。そうですね、ついでにね、お買い物ラリーとかスタンプラリーとかあるんでね、はい、住所を移すと同時に千葉のね、ラリーも巡っていただければと思いますので、スタンプラリーよろしくお願いします。お願いします。続きまして、やはり俺の青春の含めは間違っている、缶ブルーレイボックス4月5日水曜日発売決定。やはり俺の青春の含めは間違っている缶が待望のブルーレイボックス化、ただいま好評予約受付中です。収録内容を少しご紹介しますと、江口拓也のぼっちラジオ缶2と早見沙織さんと遠山奈央さんの新規取り下ろし、総武高校奉仕部ラジオ缶2、さくらあやねと結城葵の小悪魔ラジオを収録した特典 CD ロム、ポンカン書き下ろしスペシャル三宝勢ケース、アニメ書き下ろしデジパック、オリジナルブックレット、映像特典にはノンテロップオープニング&エンディング、キャストバラエティ、江口拓也のぼっちまるまるなんてぼっちまるまるぼっちで何が悪い他が収録、うん、さらにメーカー特典として渡り渡る書き下ろし SS や店舗特典も充実。なんだってって言いました今皆さん横から。書き下ろし、書き下ろしショートストーリーですねこれ。汗がすごい、汗がすごいどうしよう聞いてないぞ。ああ詳しくは俺ガイル公式ホームページからチェックしてください。また俺のケーキが伸びるのか続きまして、はい、アニメジャパン2023にて俺ガイルスペシャルステージが開催決定です。3月25日開催のアニメジャパン2023にて行われる AJ ステージにて、テレビアニメやはり俺の青春の含めは間違っている10周年直前スペシャルステージの開催が決定しました。豪華キャスト陣と10周年直前を盛り上げます。お見逃しなく。出演は江口拓也さん、早見沙織さん、遠山奈央さん、さくらあやねさん、堀井チャドさん、そして渡り渡る先生が出演予定です。2023年2月23日までステージ応募券付き入場券が発売中。詳細はアニメジャパン公式ホームページをご覧ください。アニメジャパンも頑張ってください。あ、そうなんですよ。なんかね、ステージちょっと今回早いんで、僕頑張って朝行かないといけないんで。え、朝早いんですか？朝早いんですよ。わー大変。だから皆さんもね、ぜひ応募していただいて、うん、寝起きの俺を見てくれ寝起きの先生は必見です。ぜひ応募してください。よろしくお願いします。続きまして、はい、スイッチ PS4 用アドベンチャーゲーム、やはりゲームでも俺の青春の含めは間違っている缶、4月27日発売。ゲーム限定版特典はシリーズ恒例 OVA だから、思春期は終わらずに青春は続いていく、ポンカン先生書き下ろしイラスト三宝勢ケースも見逃せません。価格は通常版8580円、限定版14080円、ダウンロード版8580円、店舗別オリジナル特典もありますので、どうぞお楽しみに。一瞬お水失礼します。はい、みんな大丈夫、コメントお水美味しいって書いてあるいらないいらない絶対書かないでくださいね。はい、はい、続きまして、やはり俺の青春ラップの、やはり俺の青春ラブコメは間違っているアットコミック、サンデージェネックス2023年3月号にて完結。やだ。伊予直道先生が描く俺ガエルアットコミック、約10年にわたる連載が2月号でついに最終回を迎えました。そして本日発売のサンデージェネックス本誌では完結回として番外編が掲載中です。こちらもぜひお見逃しなく。はい、続きまして、漫画ショップオンラインでケツに発売を記念して俺ガエルグッズ大量発売ポンカン先生のレアなイラストをたくさん使った新規イラストグッズがたくさん発売中です。ケツ2のサイン本受注受付もやってますので、どうぞお見逃しなく。あ、応募しなきゃ。そうです、サイン本ね、僕がまた新たな懲役刑を発生してサインを書くっていう、そうです ね新たな刑務作業が発生しますので、ぜひバンバン応募していただいて、はい、刑務作業を増やしたいと思いますよろしくお願いします。はい、続きまして、俺ガイル×いろはすコラボ情報です。まずはこちらをご覧ください。こちらね、
こちらね、新聞がね、バンバン、はい、こちら本日の読売新聞の夕刊なのですが、なんとこんなに大きいいろはちゃんが見えてますか皆さん。よし、大丈夫ですね。こちら日本コカ・コーラの天然水飲料イロアスとのコラボとのことなんですが、こちらの背景はインスタで一般から応募された風景写真をもとに本館先生がイラスト化したということで、自分が撮影した背景が広告に使われてしまうという企画なんですね。しまうしまうあの、ね、台本にね、しまうって書いてある。なるほど、ちょっと後で話し合いが必要な表現ですけどね。はい、すごい先生、これ見てどうでした？すごい、いやなんかね、ちょっと感動しちゃいますよね、こんな、ね、すごいですよね。なんかイロハス の, このなんか解像度がさらに爆上がりする、いい背景といいイラストだな。ねえ、いいなこの新聞。あ、でも画家はの編集部の方のやつらしいので私物欲しいって言えない。これが、本日の読売新聞夕刊ですか？はい、ですね、まだねあると思うんで、皆さんぜひね買いに走っていただいて、で一緒にねこうやってもらえればねいいかなと思うんで、ぜひ。あ、確かに壁に貼って自分自分のイラスト、やばい、イロハスじゃない、こうやってこうやってね、こうやってやって、イロハスじゃない、イロハスじゃない、皆さんはぜひ、ね、イロハスをねお買い上げいただいて、このポスターに向かってこうね、やっていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いしますね。イロハスコラボはここ何年かで何回か行われてますけども、すごいやってるんですよね。なんかまだやるんだと思って、あ、ありがたいんですよ、ありがたいです、本当にありがたいんですけど、これからも行われますか？いやもう未来英語をね、未来英語ていただきたいなと思いますけどね。ぜひね、コカ・コーラさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。だから、ね、皆さんがね、これなんかすごい話題にしていただければいただくほど、なんかどんどんね、お、じゃあ今年もやろうか、来年もやろうかっていう風にね、なっていくと思いますんで、皆さんぜひネットでの工作の方よろしくお願いします。工作でのツイートするんだよ、もうバンバン書いてください。はい、さて、そうそうたるニュースの数々をご紹介しました。多かったですね。皆さん、どの情報も忘れずにチェックしてください。いやー、私もこんな風に長く多くの人に愛される小説を書いてみたいです。下手くそやなー下手くそやなー。はい、あのそうですね、実はですね、はい、私はかねてよりライトノベルを執筆してみたいと思ってまして、わがが大賞に応募したりですとか、なんやかんやしていたんですけども、もう書きたいなら、メールで企画書送ってくださいって編集長に言っていただきまして、何度か送りまして、ボツを食らいながらもめげずに送り続けていたらですね、企画書が通りまして。あら、はい、ちょっと甘いんじゃないの？はい、なるほどね、私が企画会議に通りまして、はい、高川文庫の担当編集さんとただいまプロットについて話し合ってる最中なんです。なるほど。そこで、はい、今日はですね、この機会にラブコメの帝王であり高川文庫のレジェンド作家である渡先生に、否定はせんよ、はい、玉ねぎ剣心もとい玉ねぎ作家の福岡から、玉ねぎ剣士ってなんだい？いや、ちょっと台本に書いてあるんで、はい、執筆にあたる上で担っていることや心構えなどを時間が許す限り聞いてみたいと思います。いいでしょう、延長の準備は大丈夫ですか？やった、はい、題してラノベのいろはを教えて渡先生先生、どうぞよろしくお願いいたします。構わんよ。やったわ、はい、はい、ちなみに現在福岡が提出した企画書なんですけども、はいはいはい、ざっくりとお伝えすると、まあラブコメジャンルでもなんかあんまりラブに振らなそうな感じなんですよ。なるほど。というのも、声優業界のリアルを描くお仕事もの、ほうでして、まあ、声優業界を描いた作品はもう渡先生はもう師匠でございます。そうですね、あの大傑作、はい、ガーリッシュナンバーというですね、はい、はい、向こう20年残る問題作がまあでもありますけども、はい、なんかこれまでにない
感じの声優ものっていう風に比較書を頑張って書いて、はい、それが通ったので、うん、今頑張ってそれを書いているのですが、質問をしていってもいいですか？構わんよ。やったー、嬉しいです。こんな機会ないですよね。そうですね、ぜひですね、福岡さんのみならずですね、はい、ちょっと作家志望の方、ここからぜひバッチリ、はい、俺が今から語ることをすべてね、メモしていただければと思いますけど、ね、はい、私もちゃんと赤ペンの準備バッチリです、はい、それはそれで怖いが、はい、よし、はい、はい、質問です、はい、好きなものと、書くものと、求められているものがなんか違って、そこが戸惑ったんですけども、私は好んで読んでいる作品の傾向が SF だったりとか、まあ、しっとりラブコメ、オレガエルとかも好きなんですけど、もちろんこれまで形にしてきたものはなんか道徳のような作品が多いと言いますか、受け取り手にこう問いかけるような作品が多かったんですよ、うん、でしかしこういざ私がラノベを書くぞっていう時に、うん、まあ、担当さんから求められているものは、うん、ポップで、うん、カジュアルで、うん、受け取り手に伝わるもの、うん、問いかけるようなものじゃない、なるほど、うん、伝わるものを構成していってくださいというお話をいただいて、うん、まあ、プロットのなんか4項目あたりまでだいぶもうなんか どうしよう、なるほど、私のこう書きたいと思っていたものと、うん、ずれがあって、だいぶ折り合いをつけるのにすごい苦労したんですけど、うん、まあ、お仕事でお話を書くので、はいはい、求められているものに答えるっていうのは当たり前なんですが、うん、先生ならこういった局面ではどのように対応されますか？まあ、プロットは嘘を書いとけばだってね、別にプロットをそのまま売るわけじゃないからさ、はい、プロットなんか嘘でいい、プロットは嘘を書いていい、編集者がこう言ってきたやつは、ああっすねっつって、うっつってそのまま一言一句たがわず書いといて、はい、本文で全然違うこと書いたりして、プロットが通りさえすればこっちのもんだから。よし。あとですね、まあ、一番これすごい大事なんですけど、はい、ライトノベルは、まあ、基本エンターテインメントであるっていう、 その根幹にまず基づいていくと、その福さんのやるそのなんかこう道徳的な云々っていうのは、それはなんかこう文学崩れのやつがやればいいやつだから。あ、なるほど。 そこはなんかね、やっぱこうなんか。お客さんが読んだ時のこう最後の読後感、何を与えたいのかっていう部分をまず最初にコンセプトとしてしっかり持っておくべきだと僕は思いますね。はい。わあ、この企画すごく楽しい。なんかすごいご褒美みたいな企画をいただいてしまった。読後感に。そう。で、まあ、だからこう側だけこうなんかこう求められているものの側をやっといて。はい、中で何を書くかは本当作家個人の力量の問題なので、はいはい、まあ、なんだったら逆に本当用意された側で一回書いてみて、それを自分なりにどうできるんだっていうところからスタートして書く方が僕は楽だなと思いますけど、うん、なるほど、うん、ありがとうございます。すごい心が感動している。そうですね、だから正直こうまあ、本当にね、伝えるべきものって側がどんなものであってもちゃんと書けば伝えられるものなので、はい、ね、まず側 は, 側はそれで良い、それでなんかこう不都合が出たらちょっと側変えようかなっつって変えていけばいいだけなので、はいはいはい、最初にやるべきことはこう読者が読んだ後にどう思わせるか、うん、どういうふうになんかこう楽しんでもらうかっていうところを一番最初に決めてやりましょう。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。金が取れる内容だ。すごい。はい、じゃあ続きまして、はい、アイディアが思いつかない時って、うん、どうしてもアイディアが思いつかないっていう時、渡里先生はどのように対処されてますか？私はひたすら床と同化して虚空を見つめてます。あ、まあそうですね、すごく真面目な話をしてしまうと、はい、出ない時はですね、はい、その物語の中でやらないこと、うん、キャラが絶対しないこと、はい、やりたくないだろうなって思うことっていうのを、はい、まず最初に全部、考えて、はい、それを全部潰す、はいはい、そうすると、必然的に書くべきものが見える。あ、確かに。だからね、こうしたいみたいのって多分あると思うんですけど、はいはい、こうしたいだけを積み重ねても話にはならないんで。そうですね。だから絶対このキャラならやらないっていう行動が初めて、物語につながるんですね。はいはい、そうだな、なんか、
例えばなんだろうな、そのキャラが、はい、まあ分かんないや、キャンプしますとか、キャンプします、はい、キャンプしますね、このキャラがすごい、僕は焚き火が好きだから焚き火やるんだって言われたら、もうそうっすか、うんうんうん、じゃあ、はい、でも俺焚き火は絶対にやらないんだって言われたら、え、なんでって思うじゃん。はい、そしたらなんか、いや、親父が昔焚き火で死んでさって言われたら焚き火で死ぬみたいなやつで、そうすると話の展開が動いていくわけですよ。はいはいはい、そうやって、自分のキャラクターの、やらないこと、したくないことっていうのを深掘りしていくことで、はい、ようやくそのキャラの造形、元に持ってるアーキタイプが見えてくるわけですね。あー、あーすごい。だからお話の中の NG、キャラクターの中の NG っていうのを明確にしていく。はいはい、それがキャラクターを深掘りしていくことになり、キャラクターが深掘りされると話っていうのはちゃんと展開が動いていく。はい、はあ、お金取れますよ、ね、この放送。これスパチャないんすかお金取れます。スパチャがない、すごい、じゃあちょっとありがとうございます。そんな感じでね、そういったことを決めていくと書けるようになるかなと思いますね、はい、ありがとうございます。続きまして、ラブで米でエロって、うん、ってことで、はい、ラノベを書くぞという境遇になって、うん、改めてなんか疑問に思ったんですけども、うん、ラブだったりコメディだったり、うん、エロだったりなシーンを書かれるときって、うん、どのように頭を使っていますか？まあ大体第一ノベルだと、はい、そういうシーンって絵になるんで、はい、もう挿絵の構図から先に決めちゃう。なるほど、うん、確かに確かに、なんか大体そうですよね。こういう絵面だなと思ったら、え、じゃあなんでそんな絵面になるんっていう、はあ、唯一なんだろうな、こういうそのなんかサービスシーンとかって、はいはい、ここだけは唯一計算で全部描けるとこなんで、わあ、確かに。だからこういう絵になりますっていうのが明確に決まっていれば、うん、あと、え、じゃあなんでそんな展開になんねんっていう風に逆算すれば、はあ、そこまで の道のりは全部決められる。最近そういうサービスに書いてない僕が言うのもなんなんですけど私もなんか質問をしながら、はい、でも最近見てないって。そうです。でもなんかそういう風に逆算で書けるところなので、うんうん、そこは割と多分逆に悩まずに書いちゃった方がいいかなって。わかりました、うん、悩んじゃうと、俺意識高いのにこんな恥ずかしいの書けないってなっちゃうから、はい、そうするとなんかここは、いや、ここはなんかもう完全に、この差し入れが来るから、俺がアニメで見た時にふっって言えるような絵面のシーンを描こうっていう、そこだけは決めてやればオタクのところで見たら、そう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 、おオタクでよかった。極論なんかのやつで見た時に、え、このカット最高やんけっつってそう、なんかこう自分が思う好きなカット、最高のカットっていうのをストックをちゃんとしていって、はいはいはい、そうするとなんか、え、このキャラだったらでもなんかこういう風に動いた方が映えるよなみたいなことを考えて、そこのシーンを描く。だからたくさんなんかね、自分の好きなものをちゃんと集めていきましょう。はい、ありがとうございます。でもただスクショするだけじゃダメなのよ。はい、それを見て、それがどこ良かったんやろってちゃんと、うん、本当にメモ書きでもいいからちゃんと書いておくこと、はい、なんでこのシーンのこのカットが私は好きなのかっていうところですよね。自分の性癖をちゃんと理解しなさいっていう、はい、任せてください、バッチリです。怖い怖いそう、オタクなので、はい、ワンシーンで1時間語れるオタクなので長いそんな風にね、なんかやっていくと書けるんだろうなっていうことですね、はい、そんなわけで、はい、続きまして、執筆期間に対する覚悟の決め方を聞きたいんですけども、はい、まあ、現在プロットを練っている段階なんですけども、うん、執筆期間っていうのは、まあ、どのように作業を進めていくものなのでしょうかということで、はい、まあ、ツイッターのタイムラインで様々な作家さんが阿鼻叫喚状態になっているのを見かけますし、うん、渡先生も収監されるとかおっしゃいますし、もうなんかもうすでに怖くて震えているんですけど、渡先生はいかがですか？僕はもう絶対に破れない締め切りっていうのを僕は逆算で分かる男なので観光スケジュールだけじゃなく、いろんなね、メディアの展開とかを考えると、ここまでに絶対やらないとまずいやつだ、完璧なデッドラインですね。締め切りっていくつか破っていい締め切りがあるんだけどいくつか2つぐらいあるんだけど、でも本当に破っちゃいけない締め切りっていうのがあるんで、そこだけは必ず絶対に守るって決めてると、最初の1つ目の締め切りをぶっちぎってもまだいける、まだあと12日あるなみたいな、そういう風にやっていけるようになるんで、参考にしちゃダメなやつこれ参考にしちゃダメなやつだ。まあでもね、なんかこう長い時間あれば書けるってもんでもないので、そうですよね、うん、
むしろこう書き始める前までの時間っていうのをどれぐらい圧縮できるかだと僕は思うんですよね。はいはい、実際ライトノベル一冊書こうと思ったら本当にそうだな、多分3週間ぐらいなんですよ、実作業的に言うと。だからそれがなんでこうやってこう後ろに行くかというと、それまでに書くまでの準備、あ、はいはい、それに、大体1年4ヶ月1週間かかるんですよ。ケツ2の話だ。なので、そこをなんかこううまく圧縮していくための方法というか、あのやる気の出し方の問題かなっていう気がする。やる気の出し方はいかがされてますか？やる気の出し方はやればやる気が出る。ああ、やればやる気が出る。でやるためにはやっぱ本当に破れない締め切りっていうのを見とやるか。あの反面教師として反面教師としてね、まあ、だからなんかなんだろうな、なんか、まあ、締め切りを守るのはまあでも社会人として当たり前のことだね。まずはやっぱね、まあ、でもやっぱ一回なんだろうな、そのなんかちゃんと書き上げるっていうことを何回もやるっていうのがまあ一番大事かなと。わかりました。まあ、プロットは嘘をついてどんどん先に進みましょう。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ここからはあのなんかご相談なんですけど、はい、担当編集さんがいらっしゃるんですけども、うん、ちょっと趣味が合わなくて打ち合わせをする際に、はい、なんか作品って話をするんですよ、うん、いろいろなあれ見ましたかとか、はい、これ見ましたかって話をするんですけど、はい、話せば話すほど、うん、趣味が合わない人っているんだなって感心するぐらい合わないんですよ。あの担当さんは結構メジャーな感性が高いんですね、はいはいはい、担当変えれば。え、私はあのひねくれているマイナーのお宅なんですよ。なのでなんかこう今は他の作品を見ながら、うん、熱く意見交換を交わしているだけなんですけど、うん、まあ、いつかなんか喧嘩するんじゃないかなっていう気持ちがありまして、あの渡里先生は編集さんと喧嘩とかされましたか？でもね、書く上で喧嘩したことはないな。お、書く上で、うん、なんか違うことではなんかどうなってんすかあれっつってこう不思議なこととかあるけど、でも書く上では特にそういうのがないというか、まあなんか逆になんだろうな、別にあの編集さんってあの何教師じゃないから別に我々にこう合格点を出したりする人じゃないんですよ。単純になんかなんだったらもうこっちがクイズを出すぐらいのつもりで、俺こう書いたんだけどなんでこうなってると思うぐらいのことを、あ、かっこいい、でそうして言われると違うな、違うからやめようみたい な, なんかそういうなんだろうな、壁打ち相手だし、はい、そのなんか要するに逆に言うとその編集さんがすごいメジャーな感性を持ってる人だったとしたら、はい、そのなんかじゃあ普通の人はそう読むんだっていう、そうなんですよ、そういうのをじゃあ、そこに伝わるように、こうやってひねって書こうかなみたいな、そ, だそもそも自分の書くものはもともと変えないつもりで、はい、伝え方 の, そのなんかテストケースとしてなんかあの打ち合わせを進めるべきだと思う。ありがとうございます、うん、すごい今確かにでもそういう感じのことやってるなって思いました。だなんかこうで担当が OK 出す出さないのはそんなの俺が書いたものが一番正しいに決まってるだろうっていう、はい、うん、なのでこうこれどうなんですかねって言われたら、ああそう読んじゃったっていうぐらいのスタンスで全然いいと思う、はい、私もああ伝わらなかったかーって言いながら、 そしたらなんかなんだろうな、まあでも伝わらないのは多分あの技量の問題もあるので、はい、えちらおちらを直して、うん、こういうことなんですけどって話して、ああねあーねーみたいな、うーん、まだそうだね、一回伝わらなかったらもうその案捨てるっていうの普通にあり、あ、はいはいはい、うん、伝わらなかったら。そう、伝わんなかったら書き方の問題じゃない可能性も普通にあるので、確かにそういうパターンも、うん、はい、ありがとうございます。僕は結構普通にこう、まあ、プロットを出したりとか、なんかこう書稿を出したくせになんかあんまピンときてねえなと思ったら、なんか、まあ、この書稿なかったことにしちゃおうって黙って書いてる。あ、分かりました。なので編集さんが最後なんか入稿前とかに読むと、なんかここ初めて見たんですかみたいなことを言われる。とすると、気づいたちゃんと読んでるね。あ、すごい。さすが渡里先生。それぐらいの感じでなんかやってもいいんじゃないかなというか、まあ、あとはそうですね、実際一回本に出して市場に問わないとその感性の正しさは分からないので、はい、まあ、とりあえず出すとこまで一回やってみようかって。はい、とりあえず出す、はい、とりあえず書く、そう、
今ね現状話してる相手が担当さん一人しかいないの で、ね、あのどこまでが客観で主観的なものなのかというのは分からないので、はいはい、まあ、たくさんの人に、ね、見てもらえるようにとりあえず一回頑張って出そうぜっていう。はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。これまだ質問していいんですか？大丈夫、はい、趣味の時間じゃないか、それは。やったあの担当さんに、はい、のツイッターをちゃんとチェックされていて、うん、あのメールであのドラクエ10で忙しいかと思うんですけど、うん、みたいな前置きがあったり、うん、あの多々ありまして、はい、これはなんか、まあ、圧とかではなく、うん、フランクな感じなのかなって思っているんですけど、うん、渡里先生もなんかそういった経験ってありますか？ ありますねなんかそういうツイッターのあれとかブログのあれとか書いてた時に、はい、なんかこういう風に書いてましたけどあれですかって言われたら、とりあえずそのことは無視してました、はい、なんかこうね最初、まあ、編集さんもねなんかすごい業務的ななんか固いだけのメールじゃあれかなと思って多分いろいろ書くと思うんですけど、はい、まあ別にそこには触れなくていいかって言って、こう特に触れずにずっとやってる。わかりました、はい、そう、あと僕の場合はあの毎回こう小学館に出頭するんであんまりメールとかそういうのでコミュニケーションを取る人がないんですよ。じゃあ出頭して、そう出頭して、うっす、あ、じゃあのあっちいるんで何か終わったらみたいな感じでこういる。なかなかないパターンですね。僕普通に入館証持ってる人間なんで。そうなんですか？あのフリーパスで入ってる。毎回あの来訪カード書かないんですか？書かないかな。そうなんですね。私毎回書きながら、そうなんだ、大変だね、はい、カード作ってもらえないよ。え、私も出頭するんですか？私も罪人になる。収監されると。ちょっといつか収監されるかもしれませんがされる日まではちょっとカード書きます。で、ちょっとこれは私の懺悔なんですけど。はい、懺悔。担当編集さんの性癖を知っちゃったんですよ。おお、なんかすごいひょんなことから、はいはいはい、担当編集さんの性癖っていうものを知ってしまって。それちょっと今大声で発表できるかい？ちょっと言えないんですよ。本当に言えないやつなんですよ。言えないやつか。言えないやつやばいね。でもあの編集さんは私がどうしようもないショタコンだっていうのも知ってるので、まあ、ウィンウィンかなって思ってるんですけど。そう2人とも損してない。でも担当さんは私が知ってること知らないんですよ。おー、なのであのこの場を通して多分今バカチャンネル見てると思うので、はい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 、あの知ってますっていうのをここで伝えさせてくださいっていう。すいません。あのちなみに渡里先生は担当さんの秘密とかご存知ですか？何も知らない。下の名前も知らない。何も知らないけど、何も知らないんですか？何も支障はない。あ、じゃあ別に、逆に性癖知ってても支障ないってことですね。うん、ああ、なんか困ることがある？いや、なんかあの顔合わせるたびになんか私だけが知ってるのちょっと申し訳ないなみたいな罪悪感があったんですよ。逆じゃない？なんかこうそれ本編の中にしれっと書くのが一番おしゃれなんじゃない？あ、ガガガチャンネルではなかった。そう、あ、後書きとかに。いや、もう本編ネタの一つの中にできないんですよ。ネタにもできないんです。それをでもネタにするのがプロなんじゃない？じゃあいつか、いつか、今ちょっと書いてるやつに差し込む技量はちょっと私に、いや、いけるのか。ちょっと要件と。そうですね、まあ小学館だから無理なんじゃないかな。もうちょ、でも小学園の笠原文庫のレベル結構攻めてますよ。結構攻めたシーンいっぱいあります。そうですね、攻めた結果なんか大変な目にあったので、なんかもう最近のガガ文庫はもう何も攻めてないです。本当ですか？じゃあ私が攻めてたガガ文庫はもう10年前のイメージです。あ、嘘です、15年前かな。15年前のガガ文庫は攻めてたね。小学生の頃や、うん、はい、はい、というわけで最後の質問です、はい、やっぱりこれは聞きたい。というわけで渡里先生がラノベを書いてよかったなって思った瞬間が知りたいです。の作家の卵に夢を出してください。書いてよかったなって思った瞬間。書いてよかったなって思う瞬間、書き上げた瞬間だけかな。おお、書き上げた瞬間、書いた瞬間だけが唯一作家を名乗っていい瞬間なので、はい、それ以外の瞬間、それ以外の瞬間は、だってそんな、なんか書き上げてない時の以外の作家って無職同然の扱いだろ。そうですね、
あのラノベ作家に人権があるのは発売月だけだからね。じゃあ渡りして今月だけ。今月だけ今月だけ今月だけ億面もなくラノベ作家を名乗っていい。はい、じゃあ読者さんからするとそれ以外の月こいつ何やってんだっていう。確かに。それ以外の月は無職扱いなんですよ作家は。だから今月だけラノベ作家の渡りですっていう。胸が痛い。やっぱ書き上げた瞬間だけはやっぱりこうね、なんか作家だーって その瞬間だけ作家を名乗れる。おお。私もそれまではもう無職の不幸です。声優だ。声優、まあ、でもご飯を食べて無職の不幸です。小学館ライトノベル大賞に応募作を書いたあの瞬間がやっぱ作家人生で一番最高の瞬間だったので、あーもう書き上げて、よっしゃ行ったやろ送って、うわー勝った。そうやっぱだ毎回やっぱ書き上げた瞬間が一番最高に気持ちいいな。うん、なんかかっこいいな。ありがとうございます。いや嬉しいな。貴重なご意見。普通にいいこと言っちゃったな。大変参考になりました、はいはい、今日の教訓を胸に頑張って書いていこうと思います。はい、なるほど、はい、本当に頑張ります。頑張ります。じゃあちょっとあれですかね、福尾さんが MC やってる時は、はい、こうちょっと毎回監査を入れましょうか。ちゃんと頑張って監査、はい、ちゃんと監査を入れます。ちゃんと頑張ってるのかな、今進捗状況どうなのかなっていうのを、もう我々ガガガ文庫の作家が総動員で毎回ガガガチャンネルのたびに福尾かけたの福尾かけたのっていうのをやりましょう。はい、ちゃんと、はい、どこまでやったの、それでいいと思ってるのっていうのを先輩方に、福はさ、これ面白いと思ったっていうのを毎回やりましょうか。ちょっとガガガ文庫の作家をちょっと総動員しまして、福尾さんのためにそういうコーナーを作りましょう。いいんですか、逆にもうご褒美コーナーになりますか。ご褒美か、本当地獄の攻め子を味わわせる。どっちか。そういうな拷問的なものをね、ちょっと毎回拷問やっていきましょうか。週刊よりひどい。もう福を良い作家デビューをプロジェクト化して、コーナー化してちゃんとね、はい、ガガガチャンネルで毎回追いかけていきます。うわ、皆さんからのもう監視もあり。そうです、ガガガチャンネル視聴者からの監視、もうこれはもうあのノンフィクションになります今度から。うわサンサーラを流しながら毎回サンサーラを流しながら毎回福尾優衣を作家たちが詰めていくっていうコーナーが、次回から始まります。はい、よろしくお願いします、はい、新コーナーができてしまいました。はい、というわけでね、私が MC の回は、はい、あの先生たちのご意見を聞きながら、はい、私が作品を作っている様子を、そうです、もう福尾優衣の目指せラノベ作家コーナー、というような感じですね、サンサーラとともに、はい、ノンフィクションをテーマに添えてお送りしていきますので、もうドキドキですけども、そうですね、毎回視聴者の皆さんもね、ちゃんと書いてんのかっつってこう、ね、コメントで圧をかけていきましょう。うわ、ぜひあの皆さんのご応援のほどよろしくお願いいたします。はい、やっぱガガガ文庫のファンなので、はい、おー、ガガガ文庫オタクでありガガガ文庫ファンなので、なるほど、ちょっと恥ずかしいものは書けませんっていう気持ちはありますので、しっかり頑張っていきます。応援よろしくお願いいたします。そろそろお時間となってまいりました。まだ来たばっ結構いた、はい、今日はあの先生からプレゼントをいただいております。はい、バーン、こちら渡り渡る先生から、やはり俺の青春ラブが間違っている、ケツにサイン入りポップ、こちらなんと3名様にプレゼントいたします。ありがとうございます。もうサインもメッセージも入っております。はい、こちら応募に必要なキーワードと応募方法は番組の最後に発表しますのでお見逃しなく。というわけで先生、本日はいかがでしたでしょうか。そうですね、久しぶりにガガガチャンネル来ましたけれども、はい、なんか小嫌いになっちまってこの番組も変わっちまったな。はい、ちょっと寂しくなっちゃいましたけどね。でも新しい環境で、そうですね、またあのすぐですね、このスタジオに馴染めるように、なるべく早くこちらに前戻ってこようかなと。じゃあ
思っておりますので、そうですね、半年ぐらいでちょっとね、仮釈放できるといいかなという楽しみところで、そうですね、またね、新たなちょっとね、囚人仲間もできますんで、はい、囚人です、はい、神保町刑務所の方でこれからも頑張っていこうと思いますんで、はい、皆様応援のほどよろしくお願いします。どうも本日はありがとうございます。ありがとうございます、はい。しかしながら渡先生には、はい、次のふつおたコーナーも一緒に参加いただきます。よろしくお願いします、はい、お願いします。というわけで以上本日のスペシャルでした。